どうも、愛知です。キャラクターの名前募集第3弾でございます。で、ひとまず今回で最後となるんですが、初めての女性キャラやっていきましょう。で、男子、男性の皆様、ぜひご協力よろしくお願いします。あ、もちろん女性でも大丈夫なんですけど。で、まずその子をね、ご紹介する前に、前回、そして前々回ですね、二人の男性キャラの名前、考えていただいた皆様、本当にありがとうございました。たくさんのね、案を書いていただきまして、まあ、私だけじゃなくって、スタッフというか、まあ、メンバー一同、本当に感謝の思いでいっぱいです。改めて、ありがとうございました。で、まあ、挨拶をそこそこに、早速ね、見てもらいましょう。ということで、どうぞ!という感じで、まあ、ほんわかした可愛い女の子でございます。で、今回も高校生の設定となっております。で、いつも通りキャラクターボイスが当てられてるんですが、せっかくなので、ちょっとこう生で聞きながらですね、皆さんに聞いていただこうと思いますので、ちょっと聞いてみてください。はい、先生。私のこともご紹介ありがとうございます。先生に紹介してもらえると、名前をつけてもらえるって聞いたんですけど、本当ですか?自分じゃ自分のことがよくわからないので、可愛い名前つけてもらえるの楽しみに待ってます。はい、ということらしいっす。自分ですね、アニメというか、あんま見ないんですよ。ほとんど見なくって、例えばその二次元の女の子にみたいなのはないんですけど、こう、まあ、もちろんこのキャラクター動いてないですよね、まあ、絵だけなんで、絵だけですけど、こうそういうなんていうの、そういうね、わかるかな。と自分の名前を呼ばれるっていうことにもうめちゃくちゃ照れるんですよ。今わかんない。俺編集では見てないからわかんないですけど、まあ多分ね、こう、鼻の下伸びてるんですよね、きっと。なんかどっからいけないことをしてる気になる感じがするんですけど、まあありがとうございました。はい、ということで、じゃあ今回はこの子、まあね、声も聞いていただいたので、皆さんが、こう、こんな名前いいんじゃないかなって思うものを、ぜひこの動画のコメント欄の方に案を考えて書いてみてください。で、まあ、いつも通りですね、自分だけじゃなくって、ちょっとメンバー一同で、見ますので、結構先輩の方もいらっしゃいますんで、ちょっと、変なのは、勘弁していただきたいところなんですが、まあ、ぜひね、考えてもらったやつを書いてみてください。で、締め切りに関しては4月15です。はい、が締め切りとなります。で、そこまでに書いていただいたものを、まあ、メンバーでこう満たせてもらって、あ、これいいんじゃないかなっていうのを選ぶと。で、もちろん、そこから絶対選ばれるわけではないんですけど、今までの2人から考えても、結構、そこからね、本当に決まることがありそうなので、ぜひ、皆さんが思いついたやつを書いてみてください。ご協力、よろしくお願いします。